松島津吉蔵元次元年12月19日は、幕末の長州藩士、医師。尊能上位及び倒幕運動派の師師として、活動したが、長州藩の俗論派によって処刑された。孔子順南十一列士の一人である。長州藩の範囲である、松島随戸黒の長男として、文政八年三月六日、萩中の倉に生まれた。 弟に、吉田松陰の妹婿である翔太村伊之助と、小倉健作がいる。天保二年、党、随と室が今日を発し廃人となったため家督を継ぐ。六三十九国余り。江戸留学し、坪井信道に四年間留学後、聖師である、毛利玄徳の寺院となった。後、長崎におきかつ海州らと共に、長崎海軍練習所で、 オランダ人に公開術を3年間学び、規範して、洋楽書、軍艦教授賞を創立する。軍艦教授所の文下生には、高杉晋作らがいた。桂小五郎、吉田松陰とは友人であり、特に、松下孫塾の文下生らと提携して様々な活動を行った。安政4年、長州藩発の西洋式軍艦製造に伴い、 初代長州藩海軍総督となり、日野江達丸艦長に就任する。桂小五郎と共に、海軍の充実と日野江達丸の江戸航海について、藩長に請願書を提出する。万、ま、円元年、藩はこれを許可し、高杉晋作、草加玄瑞ら支分6人と歌詞14人が、日野江達丸に乗り込み、概要を航海し、同年6月、江戸に入る。同年7月、 桂小五郎に、水戸藩の西丸立脇、野村常之助、住谷虎之助らを紹介し、水戸藩と長州藩が連帯して行動することを、訳した平心丸の名役を、日野江立丸館内で結ぶ。文久2年、高杉新作、草加玄瑞らと共にお建組を結成する。12月12日、江戸品川の御殿山に建設中だった、イギリス公使館を襲撃した。 文久3年5月、下関戦争に参加、直接に自身が指揮する更信丸でアメリカ商船を攻撃した。これを皮切りに23日にはフランス艦を26日にはオランダ艦に砲撃を浴びせた。ただ驚愕するばかりの両艦は何とか逃走した。上位が成功した。と、長州藩は勝利に沸き立つ。同年6月、 米国軍艦の猛烈な反撃に遭い、他の長州艦船と共に、高新丸は沈没した。大砲、砲台も破壊されて、大損害をこむり、5日には、フランス軍艦が下関を砲撃した。250人の武装兵が上陸し、砲台を破壊、付近の村を焼き払った。松島は、この戦闘の際に負傷している。現時元年、金門の変が起こり、 草加玄瑞らが戦死する。幕府による第一次徴収政抜で俗論派が反政権を握ったため、松島は萩の山国に当然られる。同年12月16日、高杉晋作が高山寺で挙兵との方が萩に伝わるや、その3日後の12月19日に処刑された。去年40、時世の句はかねて、 より立てし心のたゆむべきたとえ好みは朽ち果てぬともである。明治時代になって西音位の位が送られた。誕生の地には今も石碑が立ち、墓は山口県萩市の東光寺にある。東光寺にある松島剛義の墓、松島剛義像、佐都市書という書籍が現存する。ありがとうございます。